鳴りやまない遠藤選手への称賛の声。本当ね、いろんな遠藤選手のニュース見てるけど日に日に評価上がっていってるわよね。私も一度でいいから世界から称賛の声受けてみたいわ。世にも珍しいおまんじゅう人間って意味で注目はされそうだぜ。失礼ね、どうせ私はサッカーボール人間よ。とりあえず今回は日本代表キャプテンでもある遠藤選手の話題を中心に日本サッカーの気になる話題を見ていくぜ。さあ、今回はどんな話題が上がっているのかしら？まずは冒頭でも触れた遠藤選手の話題からだな。先日、ホームのブライトン戦に臨んだリバプール。この日の試合も、遠藤選手はスタメンでフル出場を果たしたぜ。そして試合の結果は2対1で見事ブライトンに逆転勝利。この結果、リバプールは首位に立つことができたんだ。大優勝争いの混戦の中、一歩抜け出したわね。ああ、ただすぐ後ろにはアーセナルもマンチェスターシティもいるから全く油断できない状況だけどな。そうね。残りのリーグ戦の試合もなんとか勝ってこのまま首位キープしたいわね。ああ、そして、このブライトン戦にて遠藤選手の活躍に各メディアから称賛の声が届いているぜ。まずフットボールインサイダーは10点中8点をつけたぜ。そして、ファンの中央で信じられないほど力強いプレーを見せた。彼の堅固な守備は、中盤のパートナーの前進を許し、一度のインターセプト、二度のタックル、クリアは、ブライトンの攻撃を止めることに貢献した。とコメントしたぜ。遠藤選手の持ち味が存分に出ているわね。続いて、専門メディアThis is Anfieldの評価点は7点。そしてコメントでは、日本代表として国際試合に出場した遠藤は、持ち前の粘り強いプレーでポジションをキープした。ダイクと同様、ウェルベックに十分に近づけず、失点に絡んだことについては、満足のいくものではなかったかもしれないが、それ以外の点では、遠藤は整然としており、淡々と自分の仕事をこなしていた。と言及したぜ。遠藤選手からしたらいつも通りに自分の役割を果たしたって感じかしらね。開始早々、点を取られても動じずにその後淡々と自分の役割を全うするあたりさすがよね。また専門メディアも7点評価だ。寸評では、ピッチ中央で何度も力強いタックルを見せ、ウェルベックの前で何度かスクリーンとして役に立った。いくつかミスもあったが、全体的に安定していた。と伝えたんだ。安定感抜群のプレーも遠藤選手の良さよね。最後は他の専門メディアだ。同じく7点をつけ、遠藤選手のプレーに関して、遠藤は中盤の選手として、常にチャレンジし、必要な時にはクリーンアップした。リバプールの同点ゴールの直後には、アディンブラを阻む重要なブロックを決めた。と評価したぜ。さすがどんな時でも気を抜かずに守備をする姿頼もしすぎるわね。本当だな、またこの日の試合について、とある専門メディアは、遠藤とマカリステルが試合を支配した。と見出しをつけ、こう称賛したんだ。リバプールは試合開始わずか2分でブライトンに得点を許し、早い段階で窮地に立たされた。その後はアレクシス、マカリステルと遠藤が試合を支配し、中盤の主導権を握った。遠藤は、相手の攻撃を、一掃する仕事をするために、どこにでも現れた。どこにでも現れるって相手からしたら脅威以外の何者でもないわね。味方からしたら頼もしい限りだぜ。また、この試合ではプレー以外でも遠藤選手は注目を集めたぜ。そうなの？ああ、試合前にリバプールの公式 X から投稿されたとある一枚絵の画像では、なんと遠藤選手がセンターを飾っているんだ。これに対し、サッカーファンから喜びの声がたくさん上がっているぜ。センターにレジェンド渡るがいてなく、良い試合になるに違いない。真ん中にいるのすげえ。いかにすごいことか。他にも実力のある有名プレイヤーがたくさん在籍するリバプールで遠藤選手がセンター。本当こんな日が来るなんて日本サッカーも確実にレベルアップしているわね。それだけ遠藤選手に対する期待感も高まってるってことだな。本当ファンとしても嬉しい限りだぜ。本当ね、これからも遠藤選手追いかけていくわよ。活躍といえば、遠藤選手だけじゃないぜ。おお、守備といえば、この選手も忘れてはいけないぜ。アーセナルの冨安選手だ。来たー、冨安選手も守備でクラブからも日本代表からも頼られているわよね。あー、冨安選手擁するアーセナルは先日、アウェーでのマンチェスターシティ戦に挑んだんだ。結果は0対0のドロー。しかしこの試合で、シティの強力な攻撃陣を完封したアーセナルの守備に称賛の声が上がっているぜ。とある解説者は、二人のセンターハーフはファンタティックだった。
彼らは全てをヘディングで跳ね返し、団結してハーランドを封じた。タイトな守りで相手を寄せ付けない昔ながらの守備戦術だった。あのハーランド選手を封じるなんて、そうやすやすとにできることじゃないわよ。それなさらに続けて。アーセナルは彼らをとても苦しめたと思う。ファイナルサードであれほどマンチェスター、シティを苦しめたチームを見たことがない。わずかなスペースも与えていなかったように見える。アーセナルの守備は格別だったよ。ベタ褒めじゃない。本当になさらに他の解説者も。彼らは昨年よりもフィジカル的にとても強くなっている。間違いなくよりアスリート力の高いチームになった。プレッシャーにもうまく対応している。クリーンシートは素晴らしく、シティは枠内シュートもほとんどなかった。と称賛の言葉を送っているぜ。逆にこんな強固なアーセナルの守備を破れるチームはどんなチームなのか気になるわね。確かにな。ちなみにこの試合、冨安選手は左 SD として途中出場を果たし、マッチアップしたジェレミー・ドク選手や、リーグ得点王の至宝ハーランド選手を見事抑えるなど、アーセナルの完封に貢献したんだ。久々の出場にもかかわらず、早速結果を残すとはさすがね。そんな冨安選手にとある地元メディアからはこのような評価が上がっているぜ。ジェレミー、ドクの脅威を止めるために出場し、堅実なプレーを見せた。ドクの脅威をほとんどシャットダウンしたが、少し簡単にコーナーを与えてしまった。2024年、アーセナルでの初出場、だから動きが鈍く見えるのは仕方ない。まだ本調子ではないようだけど、これからどう上げていくか楽しみよね。だな、最後は日本代表戦関連の話題だ。おお、何?つい先日、6月11日に予定されているワールドカップアジア2次予選のシリア代表戦の試合会場が発表されたぜ。おお、どこになったの?それは J1 サンフレッチェ広島の本拠地であるエディオンピースウィング広島だぜ。しかもエディオンピースウィング広島は今年開業したスタジアムであり、ここでの日本代表戦の開催は初めてなんだ。そうなのね、新しいスタジアムでの日本代表戦。ああ、行きたい、すっごく行きたいわ。俺もめっちゃ行きたいぜ。ちなみにキックオフ時間やテレビ放送については現在調整中となっているんだ。また発表されたらこのチャンネルでもお伝えするぜ。ふふふ、楽しみがまた増えて嬉しいわ。音符、日本代表は北朝鮮との試合で不戦勝になり最終予選に進出することが決定した。嬉しい突破の仕方とは言えないけど、最終予選に行けることが決まったから選手からしたらとりあえず安心ね。北朝鮮での試合ももし行われてたら色々と大変なことになってたかもしれない。6月は新戦力を試す良い機会になりそうだ。一体どんな選手の活躍が見ることができるのかしら?さあ、ますます目が離せなくなってきた日本サッカー。これからも気になるニュースどんどんチェックしていくぜ。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。